はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今月はね、4月号ということもあって、こう4月というとね、新しいこう社会人生活のスタートとか、新学期のスタートとかね、こう何かを始める節目のね、こう月でもありますよね。まあそういう月に、何ですかね、色合いはこうちょっとシックにまとめていきたいんですが、こうパキッとね、こうキレのあるね、アレンジメントを制作していきたいと思います。今日はこちらのね、この器にアレンジを制作していきます。ではこのね、キレのあるアレンジメントを今月は習得してください。どうぞ。はい、ではね、アレンジメントを始めていきたいと思います。まずはこちらね、アンスリウムの葉っぱですね。こちらをこのように立てていきます。で、長さがねちょっと長いので、このようにアンスリウムの葉っぱをね、こう長さを調整していきます。で、これね、裏と表とこう色が全然違うんですね。で、最初にこう裏を向けたんですけど、こうこれね、裏裏でも綺麗ですし、もちろんこう裏表でもいいと思うんですね。今回はちょっと色をこう出すために裏表にしていきます。はい、こういう状態です。次にこちらのオオニソガラムをね、入れていきます。縦型のアレンジの場合は、この縦に伸びるラインがすごいこうもちろん重要なんですね。だからここを決めるときは焦らないでゆっくりやっていきましょう。で、ここで少しでもこうブレていくと、こう全体がもうブレちゃうんで、ここはしっかりやっていきましょうね。はい、では次にこのラインを横に入れます。横にも入れます。こういう状態ですね。はい、では次にこちらのね、カラーをアレンジに入れていきます。そしたらですね、ここでもう一回同じアンスリウムの葉っぱですね、これを横に少し張り出します。このままだとやはり長さが長いので、長さを調整していきますね。はい、このようになります。はい、では次にこのドラセナのカプチーノをね、アレンジに入れていきます。これはこうパーツに分けて、ある程度パーツに分けて、こう長めのものを1枚、綺麗な葉っぱを1枚残して、このような状態にしておきますね。これ1枚このように残しますが、このように1枚を残します。葉っぱを整えて、アレンジに入れていきます。
で丸めてホチキスで留めたものも入れていきましょうね。はい、ではこの先ほど長く残したこのドラセナはこう長めにねアレンジに入れていくことができますね。あちらこちらで使えますよ。こう長くしたドラセナは縦にも横にもいろいろと使えるので重宝しますね。今回はこう横に使いました。でこう丸めたドラスナをこうこの下のところにねファンデーションワークで入れていきます。ファンデーションワークでじゃなくてファンデーションワークを兼ねてですかね。でこのドラセナを丸めるときにこの刃先をこう出すとかね、このループの大きさを変えるとか、同じループの大きさでやって同じ形でやっていくと面白くないので、それをこういろいろと作って組み合わせていくと面白いアレンジができます。はい、では次にこのラディッシュというちょっと変わったスプレーバラをアレンジに入れていきます。こう増すと少しこうラインで出る部分とを作っていきます。はい、こちらでラディッシュが入れ終わりました。はい、では最後にこちらのムーンダストをアレンジに入れていきます。これが入ることによってこう色でねもう少しこうキレを出すことができますね。はい、こちらで完成となります。ではちょっと表面から見せてみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。形もそうですけど、こう色でもね、こうキレを出したアレンジメントになってます。まあこういうアレンジメントをこう飾って、こう気を引き締めて新年度に向かっていっていただきたいなと思います。ではね、また次回お会いしましょう。See you next time!